いりこだし、あなたはどんな風にとっていますか？皆さん、こんにちは。お味噌汁にはいりこだしがよく合いますよね。あなたは頭と内臓を取りますか？フライパンなどでいると臭みが抜け、香ばしいだし汁が取れますね。でも私の取り方はまた違います。頭をつけたまま特別なことは何もしません。ちょっとしたコツで、これ煮干しのだし汁と思うほどすっきりと仕上がります。苦味などもありません。今日はいりこだしの取り方とそのだし汁を使って材料3つでさつまいもの豚汁をやってみます。ぜひ最後までご覧ください。いりこと煮干しはどう違うの？と思われる方もおられるかもしれませんが、実は同じものです。主に関東では煮干しと呼ばれ、関西ではいりこと呼ばれているようです。あなたはどう呼んでいましたか？煮干しは塩水で煮たものを干していますよね。ポリポリ食べたら骨に良さそうなイメージ通り、カルシウムも豊富です。オメガ3脂肪酸である EPA、DHA とビタミン D も多いんです。煮干しのだし汁になれば栄養価はどうかというと、ビタミン12とナイアシンの成分が多く、カップ1杯 200ml のカロリーは 2kcal と少ないですよね。ビタミン12は体内の機能や発達を正常に維持するために必要な栄養素です。私の母も病院で脳の血流を良くするためにビタミン12のお薬を長年もらって服用しています。ナイアシンは水溶性のビタミンで、ビタミン B 群の一種です。ナイアシンが不足すると精神を安定させると言われるセロトニンが生成されにくく、心の健康を保つためにもナイアシンの摂取が必要です。お出汁の効いた味噌汁を食べてほっとするのは、体内の細胞が欲しているからかもしれませんね。では煮干しだしを取っていきましょう。1リットルの水に20グラムの煮干しを使います。以前は私は頭や綿を取り除いて使っていたり、フライパンやオーブンで香ばしく加熱して使っていました。そうすることでもちろんすっきりとした美味しいだし汁が取れますが、この下処理に時間がかかってしまい、そのままで使っても美味しいだしが取れないかと行き着いたのが今回のこのやり方です。私はこれに昆布を1枚加えます。ここで1時間ほど漬けます。これが最初のポイントです。もちろん冷蔵庫で一晩漬けていただいても、しっかりとしたより美味しいお出汁が出ます。一晩漬けた水は少し黄色く色づいてきていますよね。これをお鍋に入れて中火より少し小さめで温めていきます。鍋に周りがふつくつと煮立ってくれば、もう少し火を弱めて5分ほど煮ていきます。グラグラと煮立たせないっていうことがこの最大のポイントです。火加減が強いと腹綿が破れて、独特の臭みや渋みも出てしまいますよ。5分ほど煮ている間にアクが出てきます。アクが出てきたら丁寧に取ります。鍋の隅っこに寄せると取りやすいですよ。これをこしたら出来上がりです。この美味しい煮干しのだし汁でさつまいもを1本丸ごと使って豚汁を作っていきましょう。今の時期のさつまいもは皮も柔らかく食べることができますよね。さつまいもの皮の色はアントシアニンというポリフェノールの一種です。抗酸化作用、がん予防効果、目の機能改善作用などが報告されていますよ。さつまいもは皮をよく洗って食べやすく一口大の乱切りにします。玉ねぎ半分は薄切り、豚バラ肉または細切れを 100g 用意します。
鍋に大さじ1の油を熱して豚肉を炒めます。次に玉ねぎをさっと炒めます。上にさつまいもをのせて1カップのだし汁を加えます。豚肉の臭み消しに酒を大さじ1入れますね。そして中火にかけます。鍋から湯気が上がってきたら火を弱めて10分から15分さつまいもが柔らかくなるまで煮ます。ほら見てください、今日は10分ほどでさつまいもが柔らかくなりましたよ。あとは残りのだし汁を加えて温めます。温まればアクが出てきますので丁寧に取り、3、4分煮れば味噌を溶き入れます。これで出来上がりです。さつまいもが甘く柔らかく、そして玉ねぎをプラスしただけの豚汁はシンプルなだけに、丁寧に取った煮干しのだし汁が生きてきます。1リットルの水に 20g の煮干しと覚えて、ぜひだし汁を取ってくださいね。昆布を1枚加えるとより美味しくなります。1時間以上水につけること、そしてグラグラと煮立たせないことがポイントですよ。この豚汁を作るとき、さつまいもを上に乗せて蒸しにするとさつまいもが甘くなります。さつまいもにはその中に含まれるアミラーゼという消化酵素の働きで、加熱したでんぷんに作用して麦芽糖という甘み成分を作り出すんです。この甘み成分を作り出す温度帯がだいたい70度前後だそうです。レンジで加熱したさつまいもより石焼き芋が美味しいのはそのためです。ですから弱火でじっくりと蒸しにし、少しでもこの70度前後の時間帯を長くすることで、さつまいもがほっくりと美味しく仕上がります。ぜひやってみてくださいね。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。